今回は身内の夫婦に関するスカッとするお話を用意しました。まずはこちら。私の息子の命日にわざと帝王切開の日を設定する兄嫁。死んだ日におめでとうっていうのどんな気持ち？と言ってきたので全員がキレた。私は去年大切な子供を失った。その瞬間は地獄のような悲しみが、私たちを襲ったけど、夫となんとか二人で前を向いて歩いてきた。そんな私より年下の兄嫁が、もうじき出産する。出産予定日は私の息子の一周忌命日だそうだ。管理帝王切開で予定日が数日の中から選べるのに、兄嫁の意思で、わざわざこの日にしたと聞いた。そんな兄嫁は私にニコニコしながら、あなたのためにわざわざ予定日をこの日にしてあげたのよ。え？私のためにですか？そうよ。息子が亡くなったという縁起の悪い日を、私の出産でおめでたい日に変えてあげるんじゃない。亡くなった日におめでとうっていうの、どんな気持ち？嬉しい気持ちになるでしょう？と言ってきた。その言葉を聞いたとき、私は頭の中がフリーズした。縁起の悪い日？おめでたい日に変えてあげる？嬉しい気持ちになる？息子を亡くしたその傷は、今もまだ癒えていないのに、平気な顔してそんなことを言ってくる目の前の女が、信じられなかった。だがその非常識さは前からで、兄嫁は息子を亡くして、まだ日も経たない私たちの夫婦の家に突然押しかけてきて、私実は妊娠したの。とニコニコしながら言ってきたのだ。兄も自分に子供ができたことで舞い上がっていて、子供を亡くしたばかりの家に来るのが、どれだけ非常識なことなのか分かってなかった。さらに私に追い打ちをかけるように。ねえねえ、あなたの時はどうだったの？子供はいなくなっちゃったけど、経験したからわかるでしょ？なんて言葉を私に言ってきた。兄まで。教えてくれよ。初めての出産だから色々わからなくてさ。なんて言ってきた。私の様子が尋常じゃないことを悟った夫は。すいません。まだ話せる状態じゃないんです。申し訳ないのですが、またの機会にしてくれないでしょうか？と対応してくれた。だから私は考えなしの兄も非常識すぎる兄嫁も控えめに言って関わりたくなかった。なのにまたこんなことを言ってきた。さらに兄嫁は私にとんでもないことを言ってきた。ねえ、あなたの家に使わなかったベビー用品あるんじゃない？あれもらってもいいわよね。だってもう死んじゃったんだから、使わないじゃない。あなた生まれる前から贈り物されたり買ったりして、一通り揃えてたわよね。え？ちょっと待ってください。ベビーベッドは当然でしょ。あとベビーバスにおもちゃもたくさん買ってたわよね。それに服も同じ男の子だから問題ないわよね。あとは早いうちから妊娠したお祝い金とかもらってたわよね。それも使わずに取ってあるんでしょ。だからちょうだいね。ちょっと待ってくださいよ。さっきから何言ってるんですか？ありえないでしょそんなの。え？だって私はあなたのためにわざわざ出産予定日を変えてあげたのよ。それくらい当然でしょ。わざわざって、私はそんなこと頼んでません。は？人の優しさを無下にするつもり？信じられない。あなたの子供はもういないのだから、全部無駄になるから、こっちは使ってあげようって言ってるんじゃない。それを何よ。これは息子のものです。無駄なものじゃないですし、絶対にあなたに譲ることはありません。気がついたら涙が出ていた。どうしてこの人にこんなことを言われなきゃいけないんだろうと。私はそれから夫に今日のことを話し、金輪際兄と兄嫁には関わりたくないと話した。兄嫁の出産予定日が重なるということは、息子の一周忌の法要が終わった後に、おめでとうという言葉を口にしなければならない。それが自然に起こった出産ならばまだわかる。私だって兄嫁の子供には、無事に生まれてきてほしいと心から願っている。でもそれを命日にぶつけるような真似をされて、おめでとうということに、傷をえぐられてるような辛さを感じてしまうのだ。そしてそれは、その日だけじゃなくて毎年命日になると、私はおめでとうと言わなくちゃいけない。今、兄嫁は自分の実家が遠いので、うちの実家で静養してるんだけれど、夫に頼んでしばらく実家に行くのは控えると話してもらった。だが両親は、やっと孫が生まれることへの嬉しさで、夫に、時間が経てば兄嫁に感謝する時が来る。と言ってたそうで、両親と会うのも嫌になった。私はただ息子の命日を静かに迎えたいだけなのに。そんなある日、祖父母の家で親戚一同の集まりがあった。正直兄夫婦や両親とも会いたくなかったけど、私たちだけ欠席すると、夫の立場までなくなってしまうので、仕方なく出席した。祖父母は息子を亡くした私を深くねぎらってくれ、一周忌の日には私の家に来て、寂しくないように一緒に一周忌をしてくれると言ってくれた。その頃、兄嫁は親戚連中に、もうそろそろ予定日なんじゃない？はい、そうなんです。ゆきさんの子供の一周忌の日が予定日なんです。おめでたいですよね。と言って、周りがざわめいた。すると親戚の一人が、ちょっとその言い方はおかしくないかしら？と兄嫁に尋ねた。すると、兄嫁は、だって不幸な日をおめでたい日に変えられるってことなんですよ。それっておめでたいことですよね。でもなんかユキさんは気に入らないみたいで、死んだ子供のものとか、いつまでも持ってて、譲ってくれないって言うんですよ。本当心狭いっていうか、もう必要ないのに。と言って、親戚たちはドン引きしていた。あなた、自分が何を言ってるかわかってるの？人の気持ちを考えたことある？だって私は使わなかったものを、有効活用してあげようと言ってるんですよ。それにどうせこの子が生まれたら、みんなユキさんの子供のことなんて忘れちゃいますよ。その言葉に、我慢ができなくなった私は思わず、いい加減にしてよ、あなたの非常識さにはもううんざり。私たちの赤ちゃんがいなくなったけど、ずっと心の中で生きてる。忘れるなんて一生ない。と、怒りと悲しみとで、私の心はぐちゃぐちゃになって、気がつけば号泣していた。そしたら、親戚たちが、そうよ、胸の中でちゃんと生きてるの。あなたがどれだけ非常識な人間かよくわかった。それをちっとも止めようとしない網にもがっかりだったわ。お前たちは人の心を持ってないのか。この人間のクズめ。本当にデリカシーのない人ね。と、兄嫁たちに言っていた。その後兄たちは親戚中から責められることになり、両親も一緒になって帰っていった。親戚たちは私たち夫婦に、あんな人間の言うことは気にしちゃダメよ。私たちはあなたたちに、とても素敵な赤ちゃんがいたのは、ずっと覚えているからね。そう言われて嬉しくて泣けてきた。その後私たちはしばらく両親から距離を置き、兄夫婦とは絶縁宣言をした。さらにその非常識さは兄嫁の友人のところにも話が行き、あまりの非常識な言動に、友達も離れていったらしい。どうやらもともと私の子供のものをもらうという話を、友人に平気な顔でしていたようで、そんな非常識なことはしちゃダメよ、相手の気持ちを考えて、と、止められていたみたいだ。でも兄嫁はそんな周囲の言葉を無視して、私に言い続けたってわけだ。兄嫁はその後、元気な赤ちゃんを産んだ。もちろんそれ自体はとてもおめでたいことだけど、人の気持ちを考えることができない兄嫁のそばには、友人が一人もいなくなり、今じゃ孤立してるって話だ。兄も兄で、自分の妹がそんな目に遭ってるのに、なんで自分の妻の暴走を止められなかったんだって、周囲から相当責められて、私に何度も謝ってきたけど、今は許す気にはなれない。両親もあれから親戚中に、お前は自分の子供が可愛くないのか、孫が生まれることに浮かれて、娘の気持ちを考えてやれなかったお前たちは最低だ、親失格だぞ。と毎日のように電話がかかってきたりしてるって話だ。兄夫婦だけじゃなくて、両親まで思いやりが欠けててずっと辛かったけど、親戚の人たちがとても温かい人たちで、自分たちの気持ちをよくわかってくれる人がいたってだけで、本当に救われた。私は輪廻転生っていう人の生まれ変わりはあるって思っているし、いつかまたきっと私たちの赤ちゃんが私たちの元に生まれてきてくれるのを信じている。その時は、前の分まで全力で愛してあげようって夫と二人で決めている。続いてはこちら。いつも路中する義兄夫婦、チャイルドシートはしないんですか？運転が下手な奴がするものだから、数年後、義兄夫婦はいわゆるドキュンだった。正月に義実家で義兄夫婦に会った時のこと。義実家に義兄夫婦より先に着いた私たち夫婦は、義母が事前にご近所さんに了承を得て借りてくれていた。実家より少し離れた駐車場に2日間、車を止めることにした。駐車場から義実家に歩いて向かう途中、義実家の横に路中しようとしていた義兄夫婦に遭遇した。私は、窓越しに話しかけて、駐車場へ案内しますね、路中はまずいので。と言うと、めんどくさいからここでいいじゃん。と義兄の嫁に言われ、義兄はそのままエンジンを切った。そこは住宅街だけど、一台車が止まっているだけで行き違うのがなかなか難しい道路で、それに警察に見つかったら一発でアウトだ。ご近所さんに見られたら、なんて言われるか心配だから、車を駐車場へ移動してほしいと頼み込んだ。しかし、赤ちゃんいるし、寒い中歩いて移動なんかしてたら、風邪ひいちゃうかもしれないから嫌よ。と言って、何度もお願いしてもガン無視だった。しかも、先に車から降りてきた義肢を見てびっくりした。義肢は3ヶ月の赤ちゃんを抱いて車に乗っていた。思わず私が、チャイルドシートは？と聞いたら、赤ちゃん抱いていないと泣くし、チャイルドシートは運転が下手な人のためのものなのよ。うちは夫が運転が上手いから大丈夫。それにチャイルドシートって高いし、無駄遣いはしたくない。って平然とした顔して言っていたので、子供の命を守るものに、無駄遣いですか？そうですか。あといくら運転の上手な人でも、下手な人が突っ込んでくる分はどうしようもないと思いますけど、と言い返したところ、義肢はカチンと来たみたいで、それ余計なお世話っていうの。チャイルドシートに乗せて、泣きわめかれてみなさいよ。余計に気が散って、運転に支障をきたすに決まってるでしょ。あなたは子供がいないから、こんなこともわからないのね。と言われた。確かに私には子供がいない。それでも私は技師の言ってることが、明らかに常軌を逸していることくらいわかる。そこで私は、以前知り合いが不注意で急ブレーキして、チャイルドシートをしてなかった子供が、怪我をした話を技師にしてみた。その子は軽傷で済んだけど、技師にはわざと大げさに話した。その子は親に抱っこされて乗ってたんだけど、急ブレーキでいとも簡単に前方へ吹っ飛ばされて、フロントガラスに激突して大怪我をして、みたいなことを仰々しく語ってみた。でも技師は、不注意で急ブレーキって、それ運転してる親が悪いんじゃない。運転が下手だったってことよね。何度も言うけど、運転が下手ならチャイルドシートはするべきよね。と言い返されてしまった。そこで横で黙って聞いていた義兄にも、チャイルドシートの必要性を話してみたけど。あなたって、結構おせっかいなんだね。うちのことはうちでしっかりやってるんだから、口出ししないでくれる？と言って無視された。その時この二人って、外面いいからしっかりして見えたけれど、内面は間違いなくドキュンだと思った。その後、義母に言われて路中はやめて移動していたけれど、義師は気が収まらないのか。やっぱり子供がいないと常識がないだの、赤ちゃんはできるだけ抱っこしてあげないといけないのにだの。義母に聞かれたらまずいとわかっているのか、いないところでしつこく言ってきた。夫は呆れて、もう放っておけ。警察に捕まればいいんだよ。と言ってきたので、赤ちゃんのことが心配だったけど、せっかくのお正月だったのもあり、夫の言うようにこれ以上のことを荒立てないよう、何も言い返さないようにした。それからいつまで経っても、義兄夫婦はチャイルドシートを取り付けることはなかった。毎年お正月で会うたび、チャイルドシートをつけていないことが気になっていたけれど、義兄は、事故したこと一度もないし、警察に捕まったことなんて一度もない。って、ドヤ顔で言って笑っていた。義兄夫婦の子供が4歳になった頃、義兄夫婦についに天罰が下った。ついに義兄家族が乗る車が事故にあったのだ。義兄夫婦には2人目の子供が生まれていて、3ヶ月検診のため赤ちゃんを連れて、近くの病院へ行く途中だったらしい。しかも近くだからといって、運転中も4歳の子供はシートベルトさえせず、天草へ助手席に立って、電車ごっこみたいなことをしていた。義師は赤ちゃんを抱っこして後部座席に乗っていた。そして義兄が曲がり角でハンドルを切った瞬間、立っていた子供がよろめき、義兄の握るハンドルへ倒れ込んで、そのまま車は曲がりきれずに、角にあった電柱へ追突。エアバッグが開いたので義兄は無傷だったが、子供はドアのガラス窓に頭を強打した。後ろに乗っていた赤ちゃんは、義師ごと前方シートへ叩きつけられ、座席下へ落下した。幸い、曲がり角で減速していたので、子供も赤ちゃんも軽傷で済んだらしいけど、そのことで義母から、親の自覚がなさすぎる、常識を疑う、と、こっぴどく叱られるわ。警察からは4年間チャイルドシートを無着用だったということで、点数減点はもちろんだけど、しこたま説教されたらしい。その後の正月に、義兄夫婦の車にはチャイルドシートがきちんと2台、取り付けられていたのを見かけ、義兄夫婦は私たち夫婦の前で、罰が悪そうにしていた。どうでしたか？以上身内夫婦に関するスカッとするお話でした。